さんこんにちは、シルビアです。本日は2021年 FW ウィーク3でございます。今日はですね、皆さんも知ってる通りゆっくりウィークっていうことで、2週連続でゆっくりですね。今週ね、ナイキのコラボとか来るかと思ったんですけども、来なかったですね。でアメリカって毎週事前抽選があるんですけど、今日は事前抽選もないほどゆっくり週なのでどうかなっていう感じです。はい、8時になりましたのでチェックしていきたいと思います。事前抽選もなくて本当に早い者勝ちで行った人から買えるっていう感じみたいなので、今までこんなことないんですよね。SS も1回もそんなことなかったし、本当に初めてでした。月曜日に毎週メールが来て、事前抽選火曜日にやりますっていうアナウンスが来るんですけども、今週は月曜日に今週の事前抽選はありませんっていうメールが来ておりまして、すごいびっくりしましたね。遅いですね。ヨーロッパの方ではワラビーの大きいサイズ、小さいサイズ、そしてアイズフーディーの方が早かったみたいですね。あとはファーコートのオレンジですかね、そちらが早かったみたいなので、まずはその辺を最初に見ていきたいかなと思います。今日遅いですね。 あと注目はバッグですね。発売延期しているバッグ、私はずっと立ち上げから欲しいバッグなんですけども、先週店舗行った時に多分今週から発売になるよって店員さんが言っていたので、今週どうなってるのかなっていうのも確認していきたいと思います。もう4分経っちゃってるけど、嘘でしょ、もう5分経っちゃいました。なんか今週は本当今までと違うことが多いですね。事前抽選なかったりとか、今日も6分も来てないですし、ちょっとツイッターとか調べてみようか。あ、まあそうですね、うん、ドロップしてないみたいです。弱すぎてシュプリームもドロップしたくないんじゃないかみたいなこと言ってる人いますね。あ、来ました、やっと来ました。11分で遅い。はい、じゃあちょっとアイズフーディーまず見ていきます。あ、もうスモールはないですね。ブラックのスモールはもうなし、ホワイトもスモールが欠けてますね。あ、パープル早いですね。スモールと XL、ダブル XL が履けてます。オリーブもスモールが欠けてます。モスは結構ゆっくりめかな。レッドもゆっくりめかなって感じです。なので早いのがパープル、あとブラックですね。あ、これオリーブじゃなくてチャコールでしたね。チャコールはスモールが欠けっていう感じですかね、うん、まあまあゆっくりっていう感じだと思います。あとはファーコートですね。ファーコート白は余裕あり、黒も余裕あり、オレンジも余裕ありそうですね、うん、続きましてコンズ T シャツですね。タン移動でしょうか。あ、タンじゃないな、ブラウンですね。あ、でもこちらも全サイズ揃ってますね。ゆっくりめみたいです。うん、あ、黄色は早いんだ。黄色早いですね。黄色の S が欠けてますね。黄色の S が欠けてますが、他はスモールも全部あるっていう状況です。じゃあ次ワラビー見てみます。ワラビーは、あ、お値段178でしたね。148って出てたんですけども、はい、グリーンどうでしょう、うん、サイズ6からみたいなんですけど、6と 6.5 は履けてますね。7から順に、うん、13まであるっていう感じです。こちらの単色は 6.5 からありますね、うん、6.5 から13まであります。ブラックも 6.5 から13まであります
あ、ピンクが早いですね。もう8から2塗ってます。8から13までっていう感じです。うん、メンズのゴールデンサイズは余裕で買えるかなっていう気がしますね。はい、じゃあ次どうしよっかな。じゃあ次プリンター見ていきます。あ、プリンターも余裕でありますね。じゃあ次は上から見ていきますね。はい、リップストップジャケット、はい、こちらも、うん、スモールから全部あるっていう感じですね。うん、スモールから X ラージまで余裕があります。次プレイド LS ですね。これね、ピンク可愛いなって思ったんですけどね、うん、こちらも余裕がありそうです。スモールから X ラージまで、うん、全部余裕がありそうですね。はい、ブリッジ SS トップですね。はい、こちら黒の方が S と X ラージが欠けています。ホワイトの方は S が欠けてるっていう状況ですね。はい、はい、もう一回ゴンズ見てみます。うん、イエロー、あ、ピンクも S が欠けてきましたね。ネイビーはスモールあり、白あり、あ、ブラックもスモール欠けました。ブラウンも、あ、ブラウンはスモールと X ラージかけましたね。うん、イエローとブラウンが早いのかなっていう印象です。はい、次アイズフーディーですね。あ、黒ソールドしてます。黒早かったですね。あ、白もソールド、紫もソールド、チャコール、モスはありますね。モスはミディアムラージ残ってます。赤もミディアムラージ残ってますね。赤とモス色、こちらが残ってますけど、他の4つは結構早い段階でソールドしたっていう状況です。次ブラックパネルフーディーですね。はい、こちらも余裕あるかな。うん、スモールから全部ありますね。うん、スモールから余裕あるっていう感じです。はい、続いてスモールボックスクルーネックですね。はい、あ、こちらも結構余裕ありなんだ。レッドタイダイですね。こちら結構人気かなと思ったんですけども、スモールからありますね。ライトオリーブもあり、ブラックもありますね。これはライトマスタード、ライトマスタードも余裕があります。これはアッシュグレー、アッシュグレーも余裕あり、ネイビーか、ネイビーも余裕ありですね。パープルも余裕ありということで、うん、スモールボックスは結構余裕があるかなっていう感じです。はい、トラックパネルとセットパンツ、こちらも余裕ありそうかな。スモール、うん、全色スモールからあるっていう感じですかね。はい、次サポートユニットナイロンリップストップパンツ、うん、こちらも30から順に、うん、余裕があるっていう感じです。はい、続いてキャップいきますね。ワックスコットンキャンプキャップ、はい、こちらは、あ、黒ソールドしてますね。黒早かったみたいです。ブラウンありますね。うん、黒以外は全部ありますね。黒が早かったみたいです。続きまして、で後から追加になったビニですね。こちらも余裕ありかな。うん、全て余裕がある状況です。続いてゴアテックスのクラッシャーですね。クラッシャーも余裕ありそうですね。小さいサイズ、大きいサイズ、全て在庫ありという状況です。あとこれですね、ホイール、あ、ソールドしてますね。お値段が1万2000ドル高。これ日本で発売あるのかな、どうなんですかね。はい、こちらはソールドと。はい、そしてさっきチェックしたプリンターですね。プリンターはまだありますね。98ドルです。はい、そして最後にもう一度ワラビー見ていきます。うん、グリーンが、うん、8からになりましたね。8から12までになってます。はい、タン色も8から13までと。やはり小さいサイズが
最初に履けていきますね。6から 7.5 までが先に履けていくっていうようなイメージです。まあ、ピンクは 8.5 からですね。 8.5 から 10.5 なのでピンクが一番早いような感じになります。ピンク可愛いですね。あ、そうそう、あと私が気にしてるバッグは着てないです。今週も黒だけですね。スリングバッグは全部着てない。スライドバッグは黒、あとは着てないですね。残念。トートバッグも黒のみ、バッグベストも黒のみです。ダッフルも同じくですかね。バックパックも、はい、同じくです。待ち焦がれてるバッグがね、今週も来ませんでした。多分店舗も同じ状況かなと思います。さらっともう一周してみましょうか。ファーコートは余裕あり、リップストップも余裕ありです。ブレード LS、 こちらも余裕ありますね。ブリッジ SS、こちらもさっきと変わってないような感じです。はい、ゴンズ T シャツですね。こちらもイエローが ML 残ってます。ピンクは MLX ラージ、ネイビーは余裕ありですね。ネイビーかな、ナチュラル、こちらも S 掛けですね。ブラックも S と X ラージが掛け、タンも S と X ラージ掛けですね。そんなに初動と変わってないような感じです。さて、アイスフーディーどうでしょうか。あ、モスもソールドになりました。あ、レッドもソールドですね。なのでアイスフーディーは10分ぐらいで全て完売になりました。はい、トラックパネルとジップアップ、こちらも S から全部ありますね。スモールボックス、スモールボックスも、かなりゆっくりめです。はい、トラックパネルとスウェットパンツ、こちらも S から全部在庫がありますね。はい、次はリップストップパンツですね。こちらも、30から全部あるような感じです。はい、リップストッパー見たから、はい、ワックスコットンキャンプキャップですね。黒だけソールドで、あとこちらナチュラルもソールドになりました。ナチュラルと黒、こちらがソールドです。はい、ビーニーですね。はい、ピニーも余裕ありです。クラッシャーも余裕がありそうですね。余裕ありです。プリンターこちら履けないですね。まだ在庫ありますね。そしてワラビーと、ワラビーもそんなに状況は変わってないかなという感じです。あ、ピンクが9からになりましたね。あ、9だけです。なのでピンクは早いですね。もう少しでソールドっていう感じでしょうか。お値段がね、178になっております。はい、以上がウィーク3のオンラインの状況でございました。早く履けたのがこちらのアイスフーディですね。開始10分で全てソールドっていう形になってます。あとはワラビーですね。ワラビーの小さいサイズからどんどん履けていくっていうような状況でした。はい、では今週はこんな感じで終わりにしたいと思います。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではバイバーイ。